北米を中心に展開する自動車レースで活躍するトップレーサーでもあるリンジー・ブルワー、米国が7月31日、日本時間8月1日、に自身のインスタグラムを更新し、婚約を発表した。最高に魔法のような一日とプロポーズをありがとう。などと綴り、お相手とのツーショット写真を公開。海外ファンからは祝福とともに、やめてー 世界中にいるほぼすべての独身男性の心が折れた、といった悲鳴が上がっている。ブロンドのロングヘアをなびかせ、薄いピンクのレース地のドレスに身を包んだブルーは戦場でプロポーズを受けたようで、お相手から左手に指輪をはめてもらった。自身のインスタグラムには写真とともに、婚約しました。ドリュー・ソロモン、あなたのことを常に、そして永遠に愛します。 最高に魔法のような一日とプロポーズをありがとう。あなたと一緒に過ごす人生が待ちきれないと投稿した。これまでお相手の男性はたびたび SNS に登場していたものの、突然の発表。海外ファンからは、二人とも本当に幸せそう、叫んだわ。おとぎ話のようなプロポーズ、プリンスとプリンセスね、人生のポールポジションに立ったねなどの祝福の声が上がった一方で、 お願いやめてーいやあ、泣いてる、世界中にいるほぼすべての独身男性の心が折れたよ、といった悲鳴にも近い反響も寄せられた。2年前には181万人だったフォロワーは294万人まで増え、さらに注目を集めるブルワー。今期はインディカーシリーズの主要サポートシリーズの、インディ NXT に参戦している。